いま。再開したのがまずかったんじゃないかって言われてるって。要は部長の後追いだったんじゃないかって思われてるみたい。マジか。参ったね。実際連続して事件が起きているわけだしね。それで生徒の心の傷が癒えるまで全面的な登校禁止期間を設けようって話が出てるそうよ。登校禁止？それってもちろん部活もだよな。ええ、運動部、文化部ともによ。もちろんうちだけじゃなくて2学期に大会を控えてる部活の顧問の先生たちは反対しているけど、反対意見は何かが起きてからじゃ遅いって押し切られてるみたい。多分登校禁止措置は確定。今夜にも連絡もメールで回ってくるんじゃないかしら。ただでさえ時間が足りないってのに。でもこの状況じゃ仕方ないのかな。あれ、レイコちゃん、ユウカちゃんは？保護者の方から携帯に電話があったみたいで、外で通話してるわよ。終わったら来ると思うわ。そっか。なあ、屋上のあれ、何だったと思う？やっぱり、気のせいじゃなかったんだよね。残念ながら、全員同じものを認識してるし、マヤちゃんも明らかに普通じゃなかったわよね。うん。オーディションに落ちたから自暴自棄になってるのかと思ったけど、そうじゃないってことだよね。信じがたいけど、何かに操られてあんなことをしたってことよね。
私たちを縛り付けてたあの白い弦みたいなものと関係があるんだと思うわ。じゃあどうする。何か得体の知れないもののせいで済んなんて先生たちに言えるか。余計に危険だって思われて登校禁止措置が厳しくなる未来しか見えねえし。それにあの弦みたいなもの消えちゃってたものね。説明のしようがないわ。そうだよね。あの時ゆうかちゃんが来てくれなかったら。そうだ、スメラギだよ。あいつが怪しいじゃんか。そもそもなんでスメラギはあの弦みたいなもんの影響を受けてなかったのさ。おかしいじゃん。やっぱりあいつが犯人なんじゃねえの。部長の件も。ゆうかちゃんはそんなことしない。そんなのわかるもんかよ。だって実際あいつだけが影響を受けてないんだぞ。無関係って方が不自然じゃんか。大体あいつのアリバイ証明なんかしてかばってるのはスズッチだけなんだぞ。なんで。ストップ。それ以上はダメよルイ。二人とも落ち着きなさいよ。確かに無関係ではないかもしれないけど、だから犯人っていうのも短絡的すぎるわよ。だいたいもしスメラギさんが何かしてマヤちゃんを飛び降りさせようとしたんだとしたら、どうしてわざわざ助けに来るのよ。そうだよ。助ける必要ないじゃん。ルイちゃんの言う通り、ユカちゃんが犯人だとしたら、あんなに一生懸命引き上げようと努力する意味がないじゃん。それは恩を売るとか。何のために。スメラギさんが私たちに恩を売って何か得することがあるわけ。そりゃ彼女は大会に出場しないと実家に帰れないっていう弱みはあるけど、予定通り団体走の方に出場してればいいだけなのに、わざわざグループ走の私たちに恩を売って何をする必要があるの。分かったら、スメラギさんが戻ってきたらそんな言い争いは絶対しないこと。いいわね。分かった。今戻ったわ。おかえり、ゆうかちゃん。ご実家からの連絡って何だったの。それは
ちゃん、マヤちゃん。マヤッチ、大丈夫か？どっか痛いとこないか？ここがどこかわかる？大丈夫みたい。よかった。よかったよ、マヤちゃん。私、スミラギさんに助けられて気絶してた。大したことはしてないわ。ごめんなさい、迷惑かけて。謝るのは私の方だわ。え？豆だらけ。痛かったでしょ？この5日間、こんなになるまで練習していたのね。あなたの演奏がグループ層の妨げになると思って、少し過激だとは思ったけれど、本音を引き出すために挑発するようなことをしたわ。ごめんなさい。そんな、頭を上げて、スミラギさん。私の方だよ。スミラギさんの言う通りだったんだもの。私、この5日間で初めて気づいたことがいっぱいあった。気づいたこと？私は自分で、私は一人では何もできないって、すずちゃんがいないと何もできないって思い込んでいたんだって気づいたの。まやちゃん、それはただすずちゃんの隣にいられないってことが悲しかっただけじゃなくて、せっかく私にこんなたくさんのことを気づかせてくれた部のみんな、その思いに応えられなくて、それが申し訳なくて。マヤッチ。
確かにあなたの演奏は今はまだ私とすずに届いてない。だけどあなたがこの5日間で掴んだもの、あなたのその努力は、成長は正しく評価されるべきだわ。多分数日前の私なら、そんなの関係ない、結果が伴わない努力なんて無意味だって、そう言い捨てていたと思う。だけど今はあなたたちの、あなたの努力や絆を無意味だなんて切り捨てることが正しいことだと私には思えない。さっき審査が終わった後で菅野先生と話をしてきたの、団体操のことで。ええ、実は先日相談されていたの。団体操の監督は部長が兼任していらしたけど、ああいうことになってしまって、今は菅野先生が見てるでしょ。でも先生もご多忙で、もし可能なら私がすずに兼任を頼みたいって言われていたの。そうだったの？私聞いてないんだけど。すずに言ったら、どんなに無理でも厳しくても大丈夫ですって二つ返事で引き受けちゃうから、冷静に判断できそうな私に判断を頼むって言われたわ。でもグループ層はグループ層で課題があるし、何よりメインパートは手数がそれなりに多い分時間もかかる。だから保留にさせてもらっていたんだけど。私からあなたを団体操の監督に推薦させてもらったわ、青柳さん。この5日間で部員たちの心をつかんで、ここまでの成果を出せた今のあなたなら、団体操の監督も任せられる。先生も私も同じ気持ちだったわ。グループ層の伴奏と兼任になるから簡単ではないと思うけど、きっと今の青柳さんならできるはずよ。私が団体操の監督に？すごいよまやちゃん。私たちも協力するわ。私なんかに。やります。私やりたい。この5日間支えてくれた部のみんなに、私に気づきをくれたみんなのために、今度は私が恩返しします。よく言った、あやっち。
んか、なんだか。まやちゃんがすっごくかっこよくなった気がして。私なんかダメなこと言った？そういうところはいつものまやちゃんね。いい勝負だったわ。ありがとう、青柳さん。私こそありがとうございます。私の殻を破ってくださったのはスメラギさん、いいえ、ユーカお姉様です。え、は、あらららら、やばい、マヤッチが何言ってんのか分かんない。これはいろいろと面白、あ、間違えた、めんどくさい方向にこじれたわね。面白がってるよね、レイコちゃん。青柳さん、私あなたと同い年なんだけど、それなのにお姉様っていうのはおかしくない？
何？お姉様イズムって何？何語かな。久々に激しい暴走してるわね。でもお姉様が戸惑われるならそれは本意ではありません。せめてゆうか様と呼ばせていただければ、私はそれだけでも幸せです。いや、マヤッチがいいならいいけどさ、なんかちょっとスメラギさんに同情するわね。よくわからないけど、二人が仲良くなってくれたなら嬉しいよね、ゆうかちゃん。ええ。これからはすずちゃんとゆうか様が支える総局部のため、私もお力を添えられるよう精進しますから、これからもご指導をよろしくお願いします、ゆうか様。ありがとう。それなら私からも一つだけお願いがあるのだけど。はい、何でもおっしゃってください。これからももしかしたら厳しい指導をしてしまうかもしれないけど、もうあんな危ないことはしないでくれると嬉しいわ。違う、違うの、ゆうかちゃん。あの時のマヤちゃん、自分で飛び降りようとしたわけじゃないんだよ。え？そうだった。マヤっち、あの時屋上で言ってたよね。体が動かないって。そうなの。私あの時一人になりたくて屋上に行って、そしたらそこに優香様にそっくりな人がいて。え？その人が私に近寄ってきて、そしたら体が動かなくなって、気づいたら柵の外に。じゃあ私たちの体に絡みついていたあの弦のようなものもその人の仕業？弦のようなもの。ゆうかちゃんが来たら消えてしまったんだけど、私たちマヤちゃんを助けようとしたら何か変な弦みたいなものが体に巻きついて。本当に関係ないのかよ。違う、私も最初ゆうか様かと思ったけど、近づいてよく見たら顔も微妙に違っていたし、何より服が違っていたの。昔ながらのセーラー服みたいな。セーラー服。ゆかちゃん、それって。その人ってもしかして。
この人、間違いない、この人です。ユカ様、どうしたんですか。おい、どうしたの、大丈夫。しっかりして、ユカちゃん。そんな、どうして、サヨコさん、どうして。